織茂12月20日から1979年3月4日は、日本の政治家。衆議院議員、内閣官房長官衆議院議長、労働大臣、農林大臣、自由民主党幹事長、自由民主党総務会長を歴任。佐賀県東松浦郡、鬼塚村の霊彩農家に生まれる。成果は貧しく、父親は社父、母親や兄弟姉妹は、 野良仕事や養蚕、行商などで生計を立てていた。堀は家の仕事を手伝いながら小学校に通った。高等小学校を優等の成績で卒業したが、経済的な理由で中学への進学は叶わず、地元の唐津鉄工所の見習い校になった。3年間の見習い校を終えて練習生になった17歳の時、職場を飛び出し上京した。東京では、 総代理工学部教授の西岡達郎に保証人になってもらい、宣見に合格して、軍の学校に入ることを目指した。働きながら、独学で勉強に励み宣見に合格したが、堀は、軍人志望を諦め、働きながら学べるところとして、中央大学経済学部経済学科の夜間部に入学した。苦学して、中央大学を卒業後、放置新聞に入社。 中大教授の佐藤正幸が先輩で、法治の政治部長をしていた井上克義を紹介してくれたことがきっかけだった。当時、清浦内閣だ倒の第二次憲政擁護運動が起こり、立憲政友会が政友本党と分離し、憲政会総裁の加藤孔明を首相とする国権三派、連立内閣が発足したところであり、堀は政局取材に駆けずり回った。後年、 堀は取材記者としては、これでもかなり有能だった。私は修正新聞記者で、筆を持って立ちたいと思っていたんですと語っている。その後人事異動で、千葉市局に配置外となった。政局取材を経験した後の地方勤務は味気なく、悶々とした日々を送っていたところに誘いを受け、1927年5月に東京日日新聞へ転職した。記者時代は、 声優会担当の山下倉ぶつめが長かった。1933年5月、堀は大阪毎日新聞に転勤となった。入社の際に世話になった木戸元助が大前会長に転じたので、堀も大前に呼ばれたのである。ところが10月、取締役会長の木戸を追放する大前騒動と言われた社内構想が起きた。堀も木戸に準じて、 大前を退社し、声優界の山本城太郎に身の振り方を相談した。1934年7月、接近詰めの傍傷として知られ親しくしていた山崎達之助が農林大臣となったためその秘書となり、農林関係の会社に勤めた。1944年12月に、郷里の佐賀で翌3選挙に非推薦で当選した松岡平蘭、次第議士が、 選挙違反で失格となり、衆議院補欠選挙が行われた。堀はこれに立候補して、対立候補が出なかったため無投票当選を果たした。戦後、当初堀は、鳩山一郎による、日本自由党結成に合流しようとしたが、山崎に反対されたため、日本進歩党に所属した。GHQ による、 公職追放の嵐が吹き荒れる中行われた第22回衆議院議員総選挙では、党の所属議員274名中260名が、追放の処分となる中等生を果たした。党総裁であった町田忠春も、公職追放となったため、市出原基重郎が総裁となるが、犬会剣と共に、若手議員らからなる反市出原派、新進会を結成し、 足田人ヒを主犯とする、新党結成に動き出した。1947年2月、第1次、吉田内閣において、商工政務次官となり、同年3月の新歩党回答後は、民主党に所属する。しかし、同年4月に行われた第23回衆議院議員総選挙の、選挙活動の最中に追加処分による追放となり、出馬できなくなってしまった。なお、 この追放処分は1948年に取り消しとなっている。1950年の民主党分裂にあたっては、民主党連立派に属し、吉田茂の民主自由党に合流、自由党を結成する。そのまま、いわゆる、吉田学校のいわば、編入生として、吉田に徴用される。1950年、第3次吉田第1次改造内閣で、労働大臣で、 初入閣。当選3回、49歳だった。吉田は、堀の能力と粘り強さを高く評価した。しかし、犬飼いを差し置いての堀の入閣には、悪評が付きまとった。1951年には、内閣官房長官に抜擢された。吉田は堀に、単なる補佐役と思っては困ります。あなたが、もし総理大臣だったらどうするか、そう考えて、 仕事をしてくださいと、官房長官の心得を悟した。吉田自由党では、王の万博、林常時、増谷秀次が、古三や、池田隼人、佐藤栄作、広川博自然堀茂が、四奉行と呼ばれた。公職追放が解除となり、戦前派の大物が続々と政界に復帰し、吉田に対人圧力をかけた。戦前、 声優会の幹事長を務めた松野鶴平も自由党に復帰し、死去した小島和夫に代わって、吉田首相の政治指南役となった。堀官房長官は、吉田と松野の連絡役を務めた。大麻多田は、松村健三ら旧民政党系政治家と、新生クラブを作り、野党の国民民主党と合同して1952年2月に改新党を、 結成し、総裁には、元外相の茂光葵を担ぎ出した。通常国会は、荒れ模様となり、吉田首相は鳩山派の構成に反撃するため、松野の入れ知恵で、抜き打ち解散の意向を固め、堀官房長官に、その準備を指示した。臨時国会は、同年8月26日に招集され、大野が衆議院議長に選出された。その2日後に、 吉田首相は突如として衆議院の解散を断行した。憲法7条だけに基づく初めての解散であり、野党も鳩山派も完全に意表を突かれた。自由党執行部からも不満が紛失した。解散を事前に知っていたのは、堀、池田、佐藤、松野らに限られ、林幹事長、増谷総務会長、大野衆議院議長らには事前の根回しがなかった。 特に、三日議長と揶揄された大野は激怒し、その怒りの矛先は、堀官房長官に向けられた。後々まで、寝技師、作師と言われたのは、犬飼いを置いて木彫りにして入閣したことと、この抜き打ち解散の経緯がある。1954年吉田が退陣し、鳩山一郎内閣が成立すると状況は一変し、堀はしばらく兵部隊から遠ざかる。 1955年の星合同で生まれた自由民主党に参加、党内では佐藤派に所属する。また、翌年結成された自由民主党佐賀県連の初代会長となった。池田隼人内閣で自民党総務会長となるが、1963年の総選挙で落選し、私服を強いられる。落選中も佐藤英作からの厚い信頼を得ていた堀は、 池田が参戦を目指す1964年自由、民主党総裁選挙への佐藤出馬を促したが、同じ派内で重きをなしていた田中角栄が、吉田の説得を取り付けてまで佐藤と池田の仲介に乗り出しており、この頃から田中との間に確執を生まれることになる。結果的に現職の池田が再選を果たすものの、ほどなくしてに、高等眼で退陣を余儀なくされ、後継総裁に、 佐藤が当選する下地を作ることとなった。1966年8月の内閣改造で佐藤は堀尾の省に起用しようとしたが、川島章次郎副総裁、田中幹事長らの反対で実現しなかった。1967年の第31回衆議院議員総選挙で復活当選した。10万票を超える圧倒的な得票でトップ当選を飾った。 1967年11月の第二次佐藤第一次改造内閣で建設省に就任し、吉田内閣の農省以来、13年ぶりに閣僚に帰り咲いた。1968年11月の内閣改造で内閣官房長官に就任。当時66歳だった堀は、こんな年寄りではいけに男じしたが、佐藤は一度くらい。 一緒に苦労してくれてもいいだろうと殺し文句を繰り出した。前任の木村敏夫が副長官に格下げになって堀を補佐する大官房長官の体制が取られ副総理格の扱いだった。堀は通常の行政事務はほとんど木村副長官に任せ重要課題の処理に全力を挙げた。佐藤首相は吹き荒れていた大学紛争を沈静化させ、 安定した国内情勢を背景に沖縄返還の対米交渉に全力を挙げ、70年安保を無事に乗り切ることを目標としていた。そのために、堀官房長官、田中幹事長、愛知基一外相という夫人を敷いたのであった。堀は佐藤派の大番頭と呼ばれ、田中、福田竹雄と共に佐藤政権の三本柱を成した。佐藤政権は、 大学紛争の鎮静化のため特別立法の検討を進めていたが、坂田道田文章がまとめた文部省案に対して自民党内から学内暴力を徹底的に取り締まる中身にすべきだとの異論が出た。堀が調整に乗り出し、坂田文章や文部省幹部と話し合い、大学当局者の意見を聞き、密かに学生の代表ともあって彼らの声に耳を傾けた。 後藤田正春警察庁長官、畑野明慶史総監とも協議を重ねて、多少生ぬるい内容であっても、大学当局の自主努力を促す、文部省案で行こうと決断し、党内の一部の反対を押し切って、大学運営臨時措置法案を国会に提出した。この法案に対して、社会党、共産党が強く反対したため国会審議は難航を重ねたが、 田中自民党幹事長が押し切って大学管理法は1969年8月3日に成立した。この直後から大学紛争は潮が引くように沈静化していった。1969年11月14日佐藤首相の訪米に合わせて首相の臨時首相代理に指名される。1971年7月5日の内閣改造で堀は官房長官から 自民党幹事長に転じた。堀の使命は同年6月に調印された沖縄返還協定の国会承認と佐藤の円満な退陣福田へのバトンタッチであった。しかし、この頃から佐藤政権は内外の逆風に翻弄されて思わぬ悪戦苦闘を強いられた。第9回参議院議員通常選挙では野党共闘が走行して、 自民党の議席が予想外に落ち込み、与野党の議席差が縮まった。議会運営では、岸信介、佐藤栄作と、長州後三谷と言われ、9年間議長として参議院に君臨した、茂宗雄三が佐藤内閣を支える重要な一角であったが、河野健三が茂宗王国に造反して、野党の指示のもとで議長になった。堀幹事長は、茂舟、 河野間の調整に乗り出し、木内志郎を審議長とすることで、折り合いがついたが、重宗が不出馬会見で、河野が野党と結託してと発言したことに、河野が強く反発して、堀の調整工作は不発に終わった。1971年7月、岸信者安倍国務長官が中国を訪問し、ニクソン大統領の72年報酬が公表された。 日本の頭越しの米中接近に衝撃を受けた。その1ヶ月後、ニクソン大統領は緊急ドル防衛策を発表し、変動相場制に移行した。日米の信頼関係は一層深まったと考えていた佐藤政権は2つのニクソンショックにうろたえた。特に米中接近は日本の世論を刺激し、日中国交回復を求める声が一段と大きくなった。 中国の国連加盟問題で困難な対応を迫られた。米国提案の逆重要事項指定決議案と複合20代表政決議案の共同提案国になるかどうかをめぐって自民党の意見は割れた。堀は密かに日中関係打開のために重要な布石を打っていた。周恩来首相に当てた堀書簡である。訪中する良吉東京都知事に託され、 北京で届けられた。しかし、この書簡を読んで、まやかしであり、信用できないと受け止めた州は書簡を返却し、不発に終わった。国交のない中共に向けた書簡は、国内で波紋を呼び、それまで、親大派と目されていた堀は、山中貞則に詰め寄られることとなった。佐藤後の後継を選ぶこととなった1972年自由、民主党総裁選挙では、 佐藤の意を受けて、福田を支持するが、田中は佐藤派の多数派を引き連れて総裁選出馬へと動くと、田中派が結成されるのに先立って、派内の日、田中支持議員を休合して、集団クラブを結成。しかし田中支持への動きを止められずに、福田は落選。総裁選挙後に福田派へと合流する。第二次、田中閣営内閣では、行政管理庁長,長官となる。 第10回参院選での自民党の敗北を受けて、三木武雄が環境庁長官を辞任したのに続き、福田が大倉大臣の辞意を表明すると、堀は自ら異流に動くが、福田の意思は変わらず、責任を取って行政管理庁長官を辞任した。1974年に田中金脈問題の表面化から田中首相が退陣した際に、自由民主党副総裁だった。 シーナ・エツサブローと組んで、後継総裁の調整に動き、ミキを後継総裁に指名した、シーナ裁定を陰で演出する役回りを演じた。だが1976年に、ロッキード事件の発覚から、ミキおろしが起きた際には、シーナや船田中、園田忠と共に、反主流派連合党巨頭体制協議会が、結成され、船田中と共に代表世話人になり、 幹木ろしの先頭に立った。堀は大福一本化工作に乗り出し、金丸信が二人を仲介して、堀、福田会談が実現した。堀は太平の側近、田中六助を招いて、大平説得を依頼した。この間、田中派の西村栄一を通じて、田中の意向も確認した。10月27日、品川のホテルで堀と福田、太平、園田ただし、 鈴木善光が会談し、その席上で二年交代を示唆する大福一本化のメモが読み上げられ、堀が立ち会い人となって文書に、福田、園田、太平、鈴木の4人が署名し、調整役として大福密約を結ばせた。同年12月5日に行われた第34回衆議院議員総選挙での敗北の責任を取って三木が退陣し、12月24日に、 福田武雄内閣が発足。堀は衆議院議長に就任した。在任中は話し合い重視の円満な国会運営を心がけた。野党も堀の重厚な人柄に敬意を払い、堀の議長在任中は与野党白昼状況だったにもかかわらず、国会運営は極めてスムーズに運んだ。その後、福田首相の周辺から衆議院の解散論が流れるようになる。 これは大福一本化の合意から逸脱するものであり、堀は解散論を牽制するため、解散権の恣意的な乱用は好ましくないと繰り返し述べた。解散論は1978年春を過ぎる頃には下火になった。堀が福田首相の決断を流してきた懸案の日中平和友好条約の締結についても、同年8月12日に調印に至り、 堀の残りの使命は、同年11月の自由民主党総裁選挙で、福田から太平への円満なバトンタッチを見届ける、だけであったが、大福二年交代の密約は守られることなく、福田は続投を表明した。告示の11月1日、福田と大平が出馬の挨拶に訪れた。福田に対して、堀は、私は2年前のことに責任を感じていると厳しい、表情で対応したが、 太平には暖かく激励した。堀は、この2年間、幹事長として黙々と、福田政権に協力してきた大平を高く評価していた。1978年11月総裁選告示の翌日、肝臓癌で入院。太平の総裁選勝利を見届け、大平総裁で、私の使命は終わった。太平の角では、私がやってやらなきゃと呟いた。 12月7日の首相指名選挙では病を押して議長席に就いた。1979年1月の施政方針演説と格闘代表質問が終わると辞任。議長代任今もない1979年3月4日に心不全のため東京都港区西新橋の東京事件会議か大学附属病院で死去。去年77。墓は 佐賀県唐津市山本の満徳寺にある。法名は、小学院釈小隋。文部大臣、自治大臣を務めた、衆議院議員の堀康介は長男。副総理、自民党副総裁を務めた、金丸信は堀吉と仰ぎ、一時期、髪型まで真似するほど、系統したと言われる。ありがとうございます。